俺トラッパー使ってる時こっから始まること多くない？ここ置いてみようかな。うん、ここの窓枠塞がってるからワンチャンあるかも。さて、今回は最後のお楽しみと、もてあそばれる獲物、この二つを使うことにより、オブセッション状態の生存者を発見して取り逃すたびに、移動速度がちょっと上がるっていうのが、早っ、もてあそばれる獲物。オブセッションじゃない生存者を殴れば殴るほど攻撃を当てた後の血を拭うモーションが短くなるのが最後のお楽しみ。だから有効ですよね。オブセッションのやつは見つけても取り逃す。で、速度を上げて、お、痕跡がある。それを活用して、あ、これ熱いな、入っていきます。どっち行ってた今、上か。おっしゃ、ん、上か。うわ、すぐ抜けよった。もうせっかく良かったのに。おい、セルフケアしてるやん。だよ、当たるもんやね。ああ、今の切れとったな。そのゆっくり越えなんやったら、まあまあでもいけるやろ。いやー、やっと1回目か。誰かおる？あ、おるな。まあええわ、おるんやったら、あ、上登ってる。見えてるよ。おるんやったら、その、あ、地下室もしかして。地下室ではないんか。まあ、おるんやったら、その、この近くのフックに釣りましょう。はい。受けて。おじいちゃんは自分の存在がまだバレてないと思ってんちゃうかな。まあ、ベタなとこに置いとくか。飛び降りた声が聞こえた。救助するぞ。えい。そんな距離でやったら、まあ、猶予あるかな、さすがに。あるな。何それ。よし。ちょっと待ってな。ここ飛び降り、うん、ここで飛び降りられる。オッケー。ちゃんと確認しとかんと引っかかってえらいことになるから。よし、今のは悪いおじいちゃんやな。かわいそうに、かわいそうなモレルっていう絵本作ろう。うわ、マジか、相当やばいな。そこの発電機も動いてるけど、これはもう早速、もしかしてまた上行ってんの？いや、さすがにないか。いやー、かわいそうに。よし。多分あのジジイやろな。これは。滅さなくては。先こっち行こうか。人を死に追いやっておいて。いや、見つからん。先こっち行こう。動いてる動いてる。来ましたよ。
おらんか？おらんかな。わからん。ここで作業してるとこに出会いたいねんけどな。今あっちになんかおったかな。おったかな。おったな。おし。うい。あれ？あれ？どこ行った？おお、あ、なるほど。最後のお楽しみ。オッケー。まさか。あの恐ろしい救助をするジジイが最後のお楽しみやったとは。完璧な展開やな。おっ、おっとこ、これで俺の移動速度はトークン2つ溜まったから、あ、いいぞ。これこっちから行きます。もう一人ジジイがおったんか。おい、おい、さあ動き出せるのが早いぞ。おい、さあそしてまやかしファイヤーアップで板を壊すのも早い。そこ地下室かな。地下室や。いけるかな。無理かもしれん。でもいけたら熱い。無理やったとしても、あ、いけた、オッケー。無理やったとしても小屋の周りに罠1個あるから多分いける。オッケー。これはいい展開やな。さあ、今もてあそばれる獲物のトークン、あ、あれはこいつ殴るたびに減ってしまうから、ハッチ、こんな発電機そばにハッチ出すかよ。ちょっと待って、これはまあ いかのしゃないな。今向こうに一人おったように見えたんやけどな。あのジジイは罠にかけたいよな。何、今の声ロッカーか。何や今の声。何や今の声。下か。クソ、殴らなしゃあない。あまりにも俺が殴らへんって。こっちからや。あー無理か。殴らなしゃあないな。おい、なんちゃこりゃ。よし。はいはいはい。積み重ねてきたものがなくなってしまったけど、しゃあない。罠で捕まえられたらええんやけどな。はい、まあしゃあないな。ちょっと同じコスチュームのジジイでかぶってんのはつらいわ。ということで、ただのまやかしファイヤーアップおじさんになってしまいましたが、まああのジジイが死ぬまでの間、あー避けられた。あのジジイが死ぬまでの、おお、何、間にもうちょっとトークン貯めるか。あそこに罠置いてるから
助けに来ようとしてたらわかるな。お、あら、終わりですね。おい、俺まやかし、あ、残念、まやかしファイヤーアップって言ってた。野蛮なファイヤーアップや、間違い。よいしょ。はいはい、おじいちゃん持ってきたよ、セット商品。よし、今のサムネにします。クロデとどこ声する。近いし行こう。まだジジイのぬくもりがあるとこに釣ってやろう。よいしょ。もてあそばれる獲物で移動速度が 10% アップしてたんだな。トークン1つにつき 5% アップで3つまで貯まると。で、攻撃アクションを取るたびにトークンが減る。単純に強いな。で、レイスの場合はなんかあれなんですよね、発見したらすぐにその透明化するとすぐに取り逃した判定になって、もてあそばれる獲物のトークンが貯めれるんでしょ。あ、そうか、リボン使ってくれてたのになんか普通にやってもたな。まあまあええか、俺キラーやし。おい、ありがとうございました。ただのチェイスおじさんが、罠も置けるチェイスおじさんがより強くなったな。